はい、おはようございまっちょ、フォルテです。そして僕の相方のピアノちゃんだよ。で、今日は僕歌のコンクールに挑戦しますっていう動画を出したんですけども、僕歌が下手くそなので特別講師を招いて僕の歌を上達しようと思います。先生の紹介です。お願いしまっちょ。こんにちは、しおたんです。イエーイ。しおたんは今年卒業したんですかね。今年東京芸術大学を卒業いたしました。プロのオペラ歌手です。オペラ歌手ですね。声楽家、声楽家、声楽家。すごい、声がよろしくて歌も上手でってことで、まあ、僕音痴なんですけど、先生特別講師を招いて時々は歌の上達動画も出していこうと思うので、今日はその初回ということで先生お願いします。よろしくお願いします。まず何をしたらいいでしょうか。発声ですか。あ、まずちょっと、はい、そうですね、発声を軽く聞かせてください。はい、わかりました。腹式呼吸ですね。腹式呼吸はあれマジかマジそんな表情しないでください先生。そんなマジかとか言わないでください。よし、感じてほしいかな、はい、滑らかに広がっていく。そんな感じ、そんな感じ。はい、じゃあコンコーネ行ってみますか。こんな感じでコンコーネ行こう。コンコーネ、コンコーネ1番。今ピアノちゃんから前回課題もらったピアコンコーネ1番ちょっと披露したいなと思いまっちゃ。ちゃんとやったの？はい。本当に練習しました。本当にしました。先生お願いします。本当にお願いします。音外したら本当に。あ、ダメダメです。うん、そう、この僕の一週間にちゃんと毎週教えてくれてる先生、怖いんです。いや、すごいな。先生お願いしまっちゃ。はい。はい。じゃあ、聞いてください、翔太先生。聞かせてください。じゃあ、自分のタイミングでブレスしてあげてください。ちょっとどの音ください。どの音ください。どどれみまそらしどれみみれどしらばみれそしどれみれど
先生、志保丹先生、怒られてください。いやまあ、まあこうなるであろうと思っていたという感じですけども、そうですね。まあでも期待業によってはなんかすごく、本当ですか、まあ、いい声してらっしゃるので、ありがとうございます。ちゃんとね、うまく使えるようになったらよく歌えると思いますよ。ありがとうございます。その使い方をぜひご教授いただけたらなと。なんだろう、辛いと思わないで高い音とか、あの流れでいっちゃってください。この辛いって思うと声裏返ったりするので、はい、あの息切った方がいいですか。そう、息切って思いっきりやっちゃってください。ドレミファソ、どんな感じですかね。ドレミファソラシドレミこれはあの、まあ、さっきも発声練習で言った通り、はい、あの高い音に向かっていくエネルギーの練習だと思うんで、はい、だからこれもなんだろうな、ミの音に向かってエネルギーをずっと回していってください、はい、このミ、とりあえずこの1段だけ頑張ります、うん、お願いします。ラシドレミミレドシラファミ。プレスを忘れてください。怒らないでください、先生。先生、怒らないで。ちょっと先生、怒らないで。先生は今回何も言いません。ありがとうございます。先生は今回何も言いません。ちょっとあの、思うこといっぱい。呼吸をどうやったらコツつかめますか。そうだね。なんか鼻、まあ、口からも吸った方がいいんですよ。両方からでも鼻からも重要なので、ここら辺で響かせて歌うので、うん、ちょっと鼻を意識して吸った方がいいかもしれないで、ちょっと姿勢が、はい、まあ、楽譜見てるっていうのもあるけど大丈夫です。自分の周りの空間を広く取るような、イメージで歌うと、ノーノー、こんな感じですかね。なんかお願いします。どう、待って。シンプルに面白かった。シンプル、いや、違う、もう一回。どう、どう。怖い先生、ピアノ先生怖いです。ちょっと待って、見ないで。どう、はい、あ、できる。どれみファソ。違くないですか。違うんすか。高さが違うもん。はい、ドドドドド。この高さ、その時の声ってどんな感じで出したらいいんですかね。そのドこれでいいんですか。それともドなんか分からなくて、そのなんかオペラ歌手とかドとかなんか感じじゃないですか。特にピアノちゃんとドみたいな感じで、なんかこんな感じで歌ってるじゃないですか。やって怒らせること言う。僕もでもあなたの歌が欲しいよ。僕もあなたみたいな声で出したいよ。だからこそ教えてって言ってるけん、うん、教えてください。どんな感じで、どの声が一番正しいんですか。まあ自分どうだ、でもホルデ君テノールよりじゃない、はい、だからあんまりピアノちゃんの真似するとあんま良くないんじゃないかな。はい、わかりました。じゃあ自分の好きなような声で、うん、どうどうラストせどれみファソラシドレミミレドシラファミ。いい感じですか。ダメですか。もうちょっとできそうだね。もうちょっとでできそう。何が足りないですか。僕には ここ、うん、笑顔、表情がね、あんま変わってないから、あのなんだろうな、ここら辺も使ってもっと音を作っていってほしいんだよね。と言いますと、どんな感じで作ってる。なんか眉毛とかも全部こう上げて、なんかここら辺でも、もはやここら辺で音程を調節してるようなイメージで、なんかここら辺の音程、
どど眉毛上げて。ドレミ。違うよね、これ力入ってるね。ドドドドどの音だ。ドもう一度と下。下？下。ドドド。先生一緒に歌ってもらってもいいですか？じゃあ一緒にやりましょう。はい。二人が歌ったらどんな感じになるかちょっと。必要な感じですよね。長い戦いが一言で言うと、まあ、練習の方法を教えてもらってもいいですか。じゃあ最後に僕はこんな感じでやってくれと。なんでそんな二人とも僕に圧をかけるんだ。先生怖いよ。やることがね、そうですね、いきなり上手くなることはないのでね、まあそれもピアノでよく知ってるはずでしょうか。はい、痛いほどわかります。結論ちょっとずつ時間をかけてよくしていきましょう。コーネは交流文芸したらいいですか。やっぱ見せてあげようとかやりたいんですよ本当は。夜空とかやりたくて。なんでそんな表情なんですか。あれ。先生、僕はじゃあ練習はとりあえずコーネやったらいいですか。まあ基礎で、その腹式呼吸を使って先生のさっきもらったビデオを見ながら真似するような感じで何回もやったらいいですかね。積み重ね大事ですよ。わかりました。一歩ずつしっかり確実に。先生これからもよろしくね。特別塩田先生もお願いしますね。ちょっとねやっぱりね、あのピアノちゃんだけだったらやっぱ、ね、優しいんですけどね、やっぱちょっとね時々違う刺激も入れとかんとね。怖いよ最近ちょっと凶暴化してきたよ本当にな。どっちよ優しいんて怖いと。どっちよ。なんか分からんのよな。もうどっちよでね、まあ塩田は本当にねこれからも僕のチャンネルの方で音楽系の方で時々ね一緒にコラボできたらなと思っています。塩田は普段どんなチャンネルを出してるっけ。あ、私は普段はメイク系だったり食べる系だったり、まあいろんなことにできる限りのことをやろうかなっていうチャンネルなので、よかったら見に来てくださいね。概要欄貼っておきますね。ありがとう。これからも特別先生こんな怒らんで、ピアノ先生と塩田先生にいじめられてご教授されながら僕は成長していきますので、皆さんこれからもよろしくお願いしますよ。あれバイバイ。あれマッチョ。あれあー見てくれてありがとうね。よければグッドも押してね。なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、マッチョ、マッチョ、マッスルマッスルボーイ、マッチョ。